はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の荒川修一です。これより、合格者の皆さんに向けて、レックがご提供している講座になりますが、リーガルマスター関西講座完全解明講座について、ご説明していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでこのリーガルマスター関西講座完全解明講座なんですが、まあ、いわゆる、皆さんの中では関西講座と言っている、まあ講座に対する対策講座ということでご用意をしているんですが、まあ、今回新たに、まあ、民法改正もありましたので全てを、取り直して、リニューアルしたものを皆さんにご提供することになりましたので、まあ、その内容について、少々ご説明をさせていただきたいと思います。それではこの後具体的な内容の説明に入っていきます。はい、ということで、この関西講座をこう巡る今の状況なんですが、直近の関西講座では実はこちらね書いてあるんですけれども 79.7% という非常に高い合格率が出ました。ですからこれを見ると皆さん、まあ、受けりゃ受かるんじゃないのっていうような気持ちになる方もね多いんじゃないかと思うんですが、その前の年は実は 50% を切る 40% の合格率、 40% 台の合格率ということで、実は年々こう 50% 前後でこう、合格率が下がっていったところに、まあ、今回直近のもの 79.7% という合格率が出ています。まあ、つまりここから分かることは、皆さんがちゃんと対策をすればこのぐらい 80% 強の合格率が出てくるんですけれども、やっぱり例えば仕事で忙しいとか研修行くだけで精一杯だというような状況になってしまうと、すでに本試験合格されているような皆さんのレベルでも 50% を切ってしまうような、そういうちょっとなかなかねこう舐めてはかかれない試験なんだということはぜひ念頭に置いていただいた上で、じゃあちゃんとね対策をしておくためにはどんなことをすればいいのかっていうのをね、この後聞いていただければと思います。はい、ということで細かいところは実際にねこのパンフレット等を見ていただければいいんですが、皆さんに、私の方から説明していく内容としては、やっぱり今まで司法書士試験の勉強をしていただけでは身につかない、まあ、いわゆるね要件事実に関するお話ですとか、あとは司法書士が、まあ、この関西代理権を手にすることによってできることになる仕事の範囲、このあたりを、実例などを見ながらやはり学習していく必要がありますので、そのような内容を講義編で説明して、あとは演習編ということで、まあ、実際に事例を使った問題形式のアウトプット学習をしていただきます。また合わせて過去問解析編ということで、過去問を5年分5回分用意して、この過去問を解いてみる中で皆さんが実際学習してきたこの関西対策としての知識がちゃんと対応力があるものになっているかどうか、こちらも確認できるような仕組みになっています。また今回は民法の改正があったということで、皆さんその点も気にしていらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、オプション講座にはなりますが、運の講師の方に、対応いただく形で、債権法の改正、相続法の改正についても、学習できるようになっておりますので、このあたり、完璧に民法の改正も含めて学習しておきたいというニーズにも応えられる形の講座設計になっています。はい、最後にこの講座のスケジュールなんですが、ここにも少し、皆さんが受講しやすいような工夫をしてみました。まず前半で講義編1回から4回ということで、こちらで基礎的な部分を皆さんにお伝えしていく、そしてさらにこのご提供時期を皆さんが特別研修を受ける前に設定しています。ですので、新人研修、特別研修を受けるための予習のような意味合いで、まあ、少し、ね、肩の力を抜いた形で聞いていただければいいのが、この1回目から4回目の基礎編というような部分ですね。でその後、スケジュール上3月の後ろに、まあ、私隠れてしまってますけれども、講義編5回目から9回目、そして演習編、過去問解析編というのが並んでいます。
こちらはスケジュールとしてはもう特別研修も受け終わって、あとはもう完璧に関西交差対策を進められるという時期、ここになって初めて提供するようにしていますので、皆さんは各研修にも集中しつつ、その空いている時間を使ってこのカリキュラムに沿って進めていただくことで、効果的に関西対策ができるようにというスケジュールにしています。まあ、以上が、リーガルマスター関西交差完全解明講座のご説明になります。まあ、ご興味持たれた方はぜひ、ね、パンフレット等をお手に取っていただいて、講座の受講を検討してみてください。それではまた皆さんの、ね、お力になれるような講義を提供することを私の方でも、頑張ってやっていきますので、一緒に関西対策、進めていきたいと思います。以上です。